実は工業的に最も成功したゴジラっていうのはですね昭和30年のキング・ウン・イ・ゴジラなんですよでキング・ウン・イ・ゴジラって1255万人見てるんですよね。なかなかすごい数でこれを現在の1億3,000万人に換算するとですねほぼ1,800万人ぐらい見てるんですね。 えー、日本の興行記録というのは、第一位が、まあ、ご存知の通り、千と千尋の神隠しで、これが二千二百、二千三百五十万人。二位がアナと雪の女王で、二千万人です。今、さっきの換算法でいくとです、ね、キング・オブ・ダイ・ゴジラってですね。千と千尋の神隠しと、アナと雪の女王の。次にヒットした映画なんですよ。<laughs> とりあえず、おそらく邦画のですね、実写映画でですね、本当に。 あの他に例がないぐらいメガヒットしたバけモノ映画がキングングコング対ゴジラって当時の人口と今の人口の比率で考えると「タイタニック」とか「ハウル」とかですねあとあのポニョより見た人が多いというですねメガヒットなんですよね。でそこまでのメガヒットつまり1,800万人とかですね2,000万人までのメガヒットはしなくてもいいんですけどもですね今回「シン・ゴジラ」っていうのはですね 家族向けではないんですね。もう見た人わかる通りで、親が子供に見せたい映画でも全くないんです。だから <laughs> ハウルとかポニョとかです、ね。千と千尋の神隠し、アナと雪の女王的な親が子供と一緒に見に行くというのは使えないんですね。子供に映画を見せる時っていうのは。 親が連れてくから絶対にに動員数というのは2倍3倍になるんですよ。なのでポケモンとかいろんな子供系がんでいつまでたってもドラえもんにしても作られるのかっていうと子供同士が映画見に行くんではなくて親が連れて行くので動員数が何倍以下になるという,もう本当に簡単な算数なんですけどもじゃあ どれぐらいいい目指せばいいのか。踊る大捜査線の2が1,280万人ですね世界の中心で「愛を叫ぶ」は620万人海猿とか「送り人」でも500万人見てますこの辺が大ヒットって言われるやつですね。でじゃあ「シン・ゴジラ」どれぐらい客が入ればいいのかっていうとですね実はですねゴジラ映画ですねかなりですね 動員に上がり下がりがあって、ゴジラ九百六十万人、大作のゴジラですね。ええー、千九百五十四年ゴジラ。で、ゴジラの逆襲が八百三十四万人。ちょっと下がった。キングコン大ゴジラで千二百五十万人、いきなり上がった。で、モスラ対ゴジラで七百二十二万人。 ここから先順調に下がります。えー、三大怪獣地球最大のっていうキングギドラが出てくるやつで541万、怪獣大戦争513万人、ゴジラモス、エビラ、モスラ400万人、怪獣との決戦、ゴジラの息子300万人、怪獣総進撃二百258万人、ゴジラ、ミニラ、ガバラ、オール怪獣総進撃、これ全部が夢落ちという映画なんですけども148万人、ゴジラ対ヘドラちょっと上がって124万人いけるかなと思ったらゴジラ対ガイガン、ゴジラ対メガロ98万人とつい100万人終わってしまう。 終わるとですね、これあのゴジラ対メガロっていうのはどれぐらい安くゴジラ映画ができるかという実験作とは言われたぐらい本当に安い映画で昭和のゴジラに比べてあんなゴジラと悪口言ってるつはじゃあゴジラ対メガロでいいのかよと言い返してやるのにちょうどいいですから <laughs> ゴジラ対メカゴジラ133万人メカゴジラの逆襲97万人というふうな形で100万人を割ってですね昭和ゴジラシリーズというのは終焉してしまいました。では えー、平成ゴジラと言われるまあ実際平成ではなく1984年なんですけどのゴジラっていうのは万人も来てるんですね。もう怪獣ブームの数に近いもちろん大作のゴジラに比べれば3分の1ぐらいなんですけど320万人ぐらい来てゴジラ対ビロアンテで200万人ゴジラ対キングギドラで逆に上がって270万人ですねゴジラ対モスラで420万人この辺りからゴジラが変質してくるわけですね。つまりこの ゴジラ対モスラゴジラ対メカゴジラゴジラ対スペースゴジラデストロイヤっていうのは350万人から400万人の間ぐらい行ってておそらくゴジラ映画史上でで連続ししててめちちゃゃくヒットた時代なんすよ。この「平成ゴジラ」っていうのでそのあゴジラ対デストロイヤで400万人動員してでエメリッヒのゴジラでこのエメリッヒのハリウッド版ゴジラなんて日本の動員が360万人しかなかったんですよね。 なまあ十分なんですけどギャラス・エドワードのですね、えー、2014年版のゴジラは218万人しか入ってないですなのでハリウッド版のゴジラをやったからといって日本で興行成績取れるとは限らないんですねでそれよりはですねゴジラもすら「キング・フィラドラ怪獣」大怪獣総進撃というですねいわゆるミレニアムゴジラと言われるやつの方が興行成績的にいいわけなんですよ。で今回の安野くんの「新ゴジラ」っていうのはです、ねまあ、予算13億円ですからかなりかけてます。で やったやっぱりゴジラって金かけてシナリオを作って安野秀明みたいに才能があるやつにきちんと作らせたらいいものができるんだそして儲かるんだと思わせるためにはですねおそらく平成版のゴジラ対モスラ420万人ゴジラ対デストロイヤー400万人クラスのですね合格ライン。 500万人じゃなないいかなとううふうに僕は読んでます。それが興行収益でとしていくらになるのかというのはそれはもう大人とか子どもの数がわからないんでまあここから先の話になるんですけどもかなりねきついと思いますさっきも言ったようにですね「ゴジラ対モスラ」とかですね「デストロイヤー」の頃「スペースゴジラ」の頃のゴジラっていうのは親が子供を連れて行ける映画なんですね。だから400万人から500万人という数字可能だったんですけども。 今の「シン・ゴジラ」っていうのはですねマジで1回見た人がですねこれはいいと言って34回見なければですねなかなか届かない数字なんですね。なのでですねできれば皆さんに「シン・ゴジラ」劇場で見なければいけない理由としてですねこういう映画をもっと見たければですねもう本当に。 他の人を誘ってでもいいんですけどももう無理だったらば一人で何回も見に行くしかないというふうに思いますいやもうそういう理由って聞かれたら「はいはい5つ目はそういう理由です」こういう映画をですね見に行かなければいけない理由は見に行かなければ終わってしまうからですね。 本当に、ねえー、真面目な話、映画って当たってるつもりでも例えばガルパンみたいなヒットの仕方とかですねそういうのでもいいような気がするんですけども「シン・ゴジラ」ってキャラクター人気で引っ張っていけるようなもんじゃないんですね。ガ なんだろう一部の人とは言わないけどもうすごくいい作品なんだけども一部の人にヒットしてでそれが延々と続編が作られる形になったんですけどそれはキャラクター商品とかがどんどん出ていけるからなんですけど今回『シン・ゴジラ』見た人分かる通り、キャラクター商品がそんな売れるようなものでコンテンツの力でやるしかないんで一人が映画館に何回も行くしかないというふうに思います。 最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。